こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日ご紹介しますのはこちらの三脚のエレベーター部分ですね。奥にありますこちらの三脚がスリックのザ・プロフェッショナル 4NS というスリックで一番重量級の三脚、 6.9 キロある三脚です。そして私の側、手前側にあるのがカーボンマスター933、現在スリックで一番ハイエンドのカーボン三脚ということなんですが、違いはまあパイプがね、アルミだったりカーボンだったりという違いもありますし、パイプの太さも933は 32mm、 ザ・プロフェッショナル 4NS は 36mm ということで、クラス的にもね、超大型と大型というふうな違いもあるんですが、今回のご紹介のポイントはこのエレベーターということでね、今エレベーターというとこのギア式のこのタイプではなくって、ロックを緩めてもうそのまま引き上げるセンターポール式というものが非常に多く使われているんですけども、ハイエンド機種になってくるとこのあたりの構造が高さが微調整できるということで、ギア式のエレベーターを採用することが多いんですね。逆にファミリータイプというか、割と1万円以下で買えるような三脚もギア式のエレベーターを採用しているものがあるんですが、比較的手頃な価格の機種、1万円以下の機種になりますと、このギアの部分がプラスチックのレールになっているということで、コストダウンした作り方をしているわけなんです。ところがハイエンドの機種はご覧いただいて分かる通り、このアルミのエレベーターパイプのところに直接歯切りをしているということで、作り方がね、よりコストがかかるタイプといいますか、より精密に動かせるタイプということになっているわけです。それではこの違いについてご紹介してまいりましょう。こちらのカーボンマスター933に使っているエレベーターはラック&ピニオン式ということで、これかなり昔からあるタイプということで、スリックの創業時のアルプスという三脚でも基本的にはこれと同じ構造です。このラックと呼んでますけども、エレベーターについているこの歯車の当たるレール部分が水平方向に切られているということで、こちらにありますエレベーター押しネジ、横から押して固定しているんですけども、これを緩めますとそのまま、あ、今下がりましたね。このように上からの重量でガラガラ下がってしまうという問題もありますけども、どちらかというとこの回転に合わせてリニアに上がってくるということなんですね。で、この動きに対して実際は乗せるカメラの重さによって、まあ、あと好みによってというのもありますけども、これだけスルスル動くよりかは多少重めな感じで動いてほしいと思う方もおられると思いまして、ここにですね、エレベーターの下にこの緩む締まるというシールが貼ってあるんですけども、これを回転することによって、これ FAJ ナットと呼ぶわけですけど、フリクションアジャストですね。抵抗を調整することによって、この硬さ調整ができる、今話しても落ちない仕様にしましたね。カメラを乗せておいて、ある程度重さの抵抗がかかった状態で動かすことができると。ただこれ重さの抵抗がかかりすぎると、このクランクを回そうとすると三脚が動いちゃうということになりますから、何事もバランス加減ということと、あとこれ抵抗が思いっきりかけた状態とか、あとエレベーターのこの押しネジですね、この押しネジを固定した状態で、この状態で無理やりこれを回すと歯が欠ける。ラックのところの、ここに歯が切ってますから、これがポロッと欠けてしまうという故障の原因にもなりますから、基本的にはこのガンガンに締めて動かさないということです。多少固めにして動かすのは OK という感じですね。このような構造のエレベーターがラック&ピニオン式と言います。もともとこのラック&ピニオン式、ズルズル落ちるタイプというのがこういう構造だったんですけども、1978年にスリックが作った 88D という三脚で初めてこの FAJ ナット、フリクションアジャストというのを入れるようになりました。で、1978年以降でグランドマスターという、まあ、プロ向けの三脚としてはですね、1983年以降のグランドマスターにこの機構が入ったのと、でスリックのマスター系列は1970年代から同じ型で作ってきたんですが、フリクションアジャストが入ったのは1988年以降ということで、モデルチェンジ、まあ、マイナーチェンジも含めてですね、少しずつ上位機種にも取り入れられてきたといった機構なんですね。
一方でこちらのタイプですね、ウォームギア式と呼んでますけども、斜めにこのエレベーターの刃が切られていて、そしてこちらのクランク部分ですね、方向が90度違う状態でこちらにクランクがついています。クランクの回転1回転ごとに上がるという感じじゃなくて、まあ、1回転に対して多少こう、いろんな歯車の調整、ウォームギアというのと、ハスバ歯車、斜めに切られている歯車がこの中に入ってるんですけども、力がかかる量を、まあ、これ軽い力で動くようにしてるからということもあるんですけども、かなり一生懸命回さないと上がっていかないという感じで上がっていくというエレベーターです。ラック&ピニオン式よりもそのリニアに素早く上がるという感じはないんですけども、重量級の機材でも重さを感じずに上げ下げできるというのがこのウォームギア式の特徴です。スリックでこのウォームギア式のエレベーターを採用したのは1990年のザ・プロフェッショナルシリーズ以降かなと思うんですけども、もしかしたらその1960年代に作ってたグランドプロという最高、グランドプロフェッショナルですね、最高級機種でも使ってたかなという、ちょっと記憶にないんですね、グランドプロフェッショナル10キロぐらいある超大型三脚なんですけども、ほとんど触ってなかったんで、まあ、もしかしたらグランドプロフェッショナルもこのウォームギア式だったという記憶があります。とにかく重量級の機材を安心してエレベーター操作ができるように、上から力がかかっても全然これ落っこちない、引き上げても動かないということは、今わずかにこの遊び程度は動くんですけども、ほとんど動かないというのが特徴です。固定のためのナットが上と、あとはここに FAJ リング、フリクションアジャスターのリングがついてますけども、これをね、仮に締めた状態でもこれ力が倍力されるという感じなんで動いてしまうんですね。多少重くても動いてしまうということで、これ微妙な操作をしたいということで、これ締めたまま動かすという方もおられるかもしれないんですけども、基本的に締めたまま動かすと刃が削れたり欠けたりするという原因になりますから、この上の方は特にですね、緩めた状態で動かすということです。でエレベーターのガタつきを調整する機構みたいのも実はあったりするんですが、このガタつき調整も思いっきりガタつきがない、遊びがない状態にしていけばいくほど、このエレベーターを動かしていくと削れる傾向にありますから、そのバランス加減を見ながら調整ということが必要なエレベーターなんですけども、とにかくですね、重量機材の重さ、例えば 600mm 超望遠みたいのを乗せていても、重さを感じずに高さの微調整ができるというところで、このウォームギア式エレベーターにポイントがあるということですね。今日はスリックのこのギア式のエレベーターの三脚の形式の違いについてご紹介いたしました。スリックではこのようにね、いろんなタイプの三脚作ってるわけですけども、カタログではもちろん書いてるんですけども、なかなか説明しづらいということなので、今日は改めて動画で解説させていただきました。